後の試合はやっぱりちょっと悔しさというよりは、ここまで頑張ったから、もっといい結果が残せたらもっと良かったなっていう気持ちで、でも、1回戦からすごい強い選手だったので、ここまで来れたのもやっぱり支えてくださったハルフやコーチのおかげなので、本当に感謝したいです。その初戦で強豪と当たって、そこから勝って自分の中で調子いいなとかそういうのは感じてたものですか、大会中はやっぱり。やっていって、手応えがある試合と入れていく我慢の試合と分かれていて、確かに手応えあるときはやっぱりすごい調子いいなって思ったり、これはこうしたらいいとかあるんですけど、やっぱり我慢の試合はやっぱりとりあえずミスしないで入れることが大事だったので、どっちもあったし感じます。なるいつもの自分、いつもの自分だとやっぱり諦めるというかもう無理みたいになるんですけど、せっかく頑張って決勝まで来たので、やっぱり悔いの残らないように終わりたいなと思って、負けてても一本ずつ一本ずつ頑張っていったら追いついてって感じで、後ろにいる家族や親や応援してくださっている方がいたので、本当に頑張れる感じでした。いや本当なんかチュニジアの方みんな応援してるというか、現地の方もねすごい応援してたし、あの試合前もあの僕音楽、ミワの音楽好きな音楽教えてくれって言われて、それでツワイスの音楽流したんですけど、まあ、それだけなんかすごいこういろんな人にこう応援されてるっていうのはどうですか。もちろん自分もやっぱりみんな世界の方に勇気や自分の試合見てよかったって思えるような選手になりたいと思っていたので、最後の試合含めて今回はいろんな方に応援していただいたので、次はもっと結果でも残せるように頑張りたいと思います。ちなみにちょっとプレーのこと聞きたいんですけど、まあ、試合の中でもバックとバックで勝ってたりとか、バックでストレートで勝ってたり、ちょっとなんかお兄ちゃんを彷彿させるというか、ちょっと似てやっぱりご自身の得意だなっていう部分はありますか。ちょっとお兄ちゃんとプレースタイル多分似てるって言われたら少し似てると思うんですけど、同じバックでもやっぱり自分とお兄ちゃんでやっぱりちょっと違う感じなんですけど、お兄ちゃんのいいところももちろん自分で取り入れて、お兄ちゃんに足りないところは自分もこう自分で研究というか、それでどのプレースタイルが合うか自分で調整しながらやっているので、そのお兄ちゃんと今回は、ね、混合で一緒にやりましたけど、どうですか一緒に戦ってみて、なんかこの一緒に組んでみて少し見方が変わったとか、やっぱこういう存在だなって気づかされた部分ってありますか。もともとお兄ちゃんっていうのがすごい引っ張ってくれる存在というか、頼りのある存在で、いざミックス組むってなった時にやっぱり同じ試合中もこうした方がいいよとかこうしてんで声をかけてくれたので、すごく安心して自分のプレーができたので、やっぱりすごい大切な存在というかすごいなと思いました。なるほど、まあ、こう昨日もからずっとハードな試合スケジュールだったんですけど、やっぱり疲れましたか、しんどかったですか。もちろん結構夜遅くまでやってたのでしんどかったです。そうですよね。なるほど、まあ、ちょっとオリンピックだとかこう今日の結果見てると周りからもすごいなんかこう見えてくるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり今としての目標っていうのはそういうところにあるんですか。もちろん帰ったらパリの選考会などパリに向けてもっと国内も国外の国際大会ももっと頑張っていきたいなって思います。今回のランキング成績は初めてなので、もっとこの結果を自分の自信にしてもっと頑張ります。ちなみに自信につながりそうですか。うん、めちゃめちゃ、はい、あ本当ですか。やっぱ決勝に行けたってことが大きかったんですか。本当に自分の中で組み合わせドローを見たときに、ケイ君がすごい強い人で、やってみても本当に強くてこれは勝てるというか大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱり我慢の試合だったので、それで決勝まで行けたので良かったです。でも決勝まで行ったら勝ちたかったです。